東京電力ホールディングスで社長や会長を務めた勝又恒久氏が亡くなりました。84歳でした。東京電力ホールディングスは昨日、元会長の勝又恒久氏が10月21日に死去したと発表しました。84歳でした。葬儀は近親者で行ったということです。勝又氏は1963年に東京電力に入社し、 2002年に社長に就任しました2011年の福島第一原発事故発生時には会長を務めていて津波による事故の可能性を予見できたにもかかわらず対策を怠ったとして業務上過失致死傷の罪で強制起訴されました一審二審ともに判決は無罪となりましたが検察官役の指定弁護士が最高裁に上告していました